女子ショートプログラム SP で樋口新葉、明大は 69.41 点だった。ユア、ソングを演じ、2回転半、ルッツ、トーループの連続3回転、3回転フリップを着氷。得点を確認すると、首を縦に振り、納得した表情を見せた。すごく気持ちよく滑れた。大きなミスはなかったと感じていたが、ジャンプで回転不足を取られてしまった。思っていたミスと違ったので、明日普通にやれたらいいなと思いますと振り返った。久しぶりの海外試合だったので、点数の感覚が分かっていなかった。65点前後かと予想していたが69点で、プラス回転不足でもちょっと伸びしろがあると感じたと話した。今大会に向けた調整も順調で楽しく滑ることが目標。試合で楽しく滑れたので良かったと笑顔を見せた。予定構成では冒頭に3回転半を組み込んでいるフリーに向けてはオリンピックに出場することを一番の目標に頑張っている。今回のスケートカナダ、海外の試合でどのくらい点数出せるか確認したい。SP もフリーも自分らしく頑張りたいと意気込んだ。